こんにちは。こんにちは。いつも助手席乗らせてもらってありがとうございます。今日はこれ、2ヶ月半ほど前に注文したあの商品が入ってきました。スリッパークラッチなんですけど、J さんのパニガーレにはもう純正で入ってます。はい、入ってます。はい、僕はもうそれが羨ましくてというか、去年サーキットに行くまでは気にしたこともなかった。公道走る分にはね。でも皆さんのあの滑らかな減速を見てて、これは俺のタイムが出ないのはこのクラッチのせいだと。あとタイヤのせいやと。間違いない。はい。腕は問題ないから、うん、何年乗ってる思ってんねんってな。何年乗ってる思ってんねんバイク。だからもう一人お母さんのねベイリス、あれにねもう置いていかれるのがもう嫌なんですよ。なるほど。はい、そこでねディライト奈良さんに注文しました。でもお金も払ってます。はい。でそれを今日はついに入荷したということで取り付け作業、天気が悪いのでね J さんにトランポしてもらってディライトさんに向かってます。まあ、こういうこと言いましたけども、J さんは今まで TZR でスリッパークラッチ入ってましたっけ、あれ。いや、ないけど、ツーストはエンブレが少ないのかな。あ、なるほど。はい。まあ、半クラで出てやせれる感じ。せやん。俺の 1000cc がなんであの TZR にずっと置いていかれるのかと思ったら、そのやっぱりエンブレ。エンブレのせいで。せいで。ああ。それ以外は負ける要素がない。ああ。腕的にも。ああ、なるほど。腕的にも。おう。うん。何年乗ってる思ってんの。俺も乗ってんの。あ、そうかそうか。まあ、とにかくもう行っちゃいました。あ、なるほど。走行距離4万5000ぐらい走ってるバイクに20万円のパーツを入れるという。どうかと思ったけどね。もうほぼ暴挙。タイヤも含めたら結構今回ぶち込みましたけど、逆に言うとハイパーモーターズともう心中するでっていう意思表示だと思って、今まだ1月ですけどね、あと2ヶ月ほどしたら新しいシーズンが開幕しますんで、あ、よろしくお願いします。その時にはちょっともう去年の俺とは違うところを金に物言わして、 TZR で追いつけんくなったらパニガーレ出すわ。やめてやめて。まあもう言い訳できないしね、もうクラッチ入ったら。いや、あとね、まだあんのかい。オートシフターもね、やっぱりだいぶ違うと思うし。それは TZR ついてる。まあとにかく今日は自己満カスタム動画ということで行きましょう。はい、ディライト奈良さん、今日空いてるって言ってたよね。閉まってるみたい。いや、空いてる空いてる。行きましょう。運転お疲れ様でした。はい、到着でございます。これそれ、モンジュイって。あ、モンジュイってやつや。あ、相当希少な。うん、当時でいうとこの F1 の R モデルみたいな。F1 シリーズやから、カジバがやってた時のラグナセカとか。あ、そうそうそう、ラグナセカがモンジュイだったね。サンタモニカ、サンタモニカとか。そうモンスター。あ、スクランブユーズド。うわ、332キロやって。めちゃくちゃ綺麗な容赦です。新型になって色の展開が変わって。はい。フルスロットルなんで、はい、アイコンの上位グレードですね。オプションパーツついた。基本的にエンジンはほぼ変わってなかった。大きくは変わってはないですけど、マフラーの取り回しとかが変わって、受けてみましょうか。あ、いいですか。おしゃれやな、やっぱり。おしゃれ。おしゃれやな。おしゃれ分かってない人間がおしゃれやな言うてもあんまり人に伝わらんかもしれんな。カラー、カラー、うわ、アニメーション流れるんだって。ちょっとまあすごいな。もうさ、こういうメーターのバイクって色々出てこいから、なかなか難しくないって。こんな距離の車両ってまあなかなか見ないですね。見る限り完璧にノーマルやな。そうですね。このハンドルが昔はきつく感じてんな。これなんで今となっては大したことないのに。なんでこんな広くて低いねん。なんか前やね、ほんで、うん、このミラーがもう今となればノスタルジックだけど、当時流線形のミラーやでって大騒ぎやったもん。魅力的な車両ばっかりじゃないですか。ありがとうございます。ウィンターテスト、
もうじきこれに近いの僕見れる感じですか。ほんまにこんな高いパーツ入れていいんかな思って4万キロ超えのバイクに。これ、これ結構売れてます？デザート X は結構そのデザート X 入る方は割と少ないので、うん、アモルティストラダからデザート X、 あとはオフストとか走りたいっていう、はい、来年はでも今年はラリーが出ますし、デザート X ラリー、あ、これよりもさらに、まあ、ダカルラリー仕様になったというか、でも昔から好きな人はこの顔がね、カジバのエレファント900オマージュで、新型のハイパーモーターではほんまにちょっと興味あるわ。うわぁ、420万ってもう GTR やん昔の今作業風景をちょっと、もうちょっと見といた方はもう変わってる。いや、何をしとんの。もう変わってる。一応、外した時の写真は。あ、ほんまに中に何も入ってない状態。あ、そう、いい感じになってますね。いい感じになってますね。気になってますね。お疲れ様でした。ついに、STM のスリッパークラッチが、はい、導入されてしまいました。そうですね。これで TZR のお尻を見続けなあかんということはなくなると思いますので、はい、あ、本当ですか。むしろちぎったろうかなって思ってるんですけど。あ、そうなんですか。でもそれ1コーナーの飛び込みだけの問題じゃん。ストレート以外の話はしてません。あ、はい、はい、あ、ソータルではなくて、はい、第1コーナーからの第1ヘアピンのとこだけの話です。はい、結局タイムが出なかったのは、はい、出だしでつまずいとって、あのストレートから3速、2速入れた瞬間にケツが暴れ出す。はい、心も暴れて。心も暴れて。あと冷静さを欠いて。はい、暴れた瞬間内側から3台ぐらい抜かれていくと。あ、でもうええわってなって動画撮りながら走ったから、そんな人ってタイム出るわけないじゃないですか。はいはい、全てはあの1コーナーのシフトダウン時にケツが暴れんかったら全てもうあとはうまくいくっていう。その勢いのまま最後までいけるから。強力なライバルが現れたっていうことですね。その武器を20万かけてぶち込んだっていう。そのためだけに。そのためだけに。スタート良ければ最後まで行ってくれるはずやからね。さすがです。このことを元マニアックスの陳さんにスリッパークラッチ入れたらどうですかねって聞いたら、僕やったらタイヤにお金使いますと。そして半クラの練習しますって言ってね、超正論が返ってきましたけど。なるほど。はい。陳さん若いからね。僕らそんな時間ないじゃないですか。そうやね、死ぬしね。そうそう。適当にクラッチワークしても滑らないようにしとけみたいな。お金で買えるもんはこのままということで、はい、まあ車両自体はほとんど映してないんだけど、今日はスリッパークラッチの動画を撮ろうと思ったけど、ちょっと店の中のねストックリストみたいなのを撮らせてもらいました。リライト奈々さんありがとうございました。はい、ということで、無事ねスリッパークラッチ装着作業、ディライト奈良さんの方でやっていただきました。かっこいい STM のエボルティオンというスリッパークラッチでございます。ちょっとエンジンかけてみようかな。回ってる姿だけで特に何があるってわけじゃないんですが、かけてみます。またね、天気のいい日に実際走ってみてね、このクラッチの効果をね、レポートさせていただきたいと思います。ということで、今日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。